どうも、あえちゃんです。今回なんですが、新キャラ2体来たっていうことで、シリュウとジョズっていうことで、2体とも的中しちゃったよっていうことで、今回ね、この2人のキャラの分析をしていきたいなと思います。ってことでやっていきましょう。 まず、白ひげ海賊団の上手になるんですけども、青のスタイルのディフェンダーということで、まあカウンター成功すればダイヤモンド状態を付与するみたいなんですけども、まあこのダイヤモンド状態がまあどれだけ強いかにもよると思うんですけども、まこれがかなりね、強ければ、めちゃめちゃね、あの耐久できるかなと思うんですよね。一応カウンターっていうのはやっぱり旗を守ることもできるので、そこが強いかなと思います。で、通常ちょっとあまり、 強いなと思えないなっていう感じですかね。まあ、総合評価で言うと、まあ、赤犬に対して守れる青ディフェンダーっていうのがいいところと、まあ、通常あまり強さを感じない。まあ、カウンターが、ま、どれだけね、あの、ダイヤモンドの、あの、耐久ができるかによってはかなり変わるかなと思いますと。死ウとなるんですけども、赤のスタイルでアタッカーになるみたいなんですが、まあ、通常攻撃結構早くて優秀ですよね。で、プラスですがスキル1も 結構早いっすね。で、今見た感じ、スキル2とかもぶっちゃけ早いんですよ。このスキル1スキル2、結構避けるの難しいんじゃないのかなと思うんですよ。これ早くない普通に考えて。で、こいつの特徴としてなんですけど、まあお宝ダッシュしてる敵に大ダメージを与えて k を狙うアタッカーらしいので、おでんとか、まあヤマトとかには対策としていいのかなと思います。 ま、実際ね、まあ、出てはいないので、まあ、ガチ強化としては難しいんですが、ま、シリの方が強いなっていう感じが印象ありますね。ま、シリが、ま、8.5で。で、ジョズに関しては8ぐらいかなと思います。明日のガチャね、皆さんね、楽しみにね、待ちましょうということでご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますまたなー